次のご発表はですね、3人目ですね、東京都にお住まいの林空さんですけども、今日はあは会場まで来ていただいております。PTA のもやもやから始まった直感の解決策、オンライン連絡もロジックにしてみたら1年後に PTA に再挑戦することになった話です。<laughs> えっと、<laughs> 林さんは会場からのご発表になります。それではよろしくお願いします。準備大丈夫ですかよろしいですか はい、じゃあお願いいたします。はい、えー、PTA のモヤモヤから始まった直感の解決策、オンライン連絡網をロジックにしてみたら、一年後に PTA に再挑戦することになった話です。えー、林空と申します。えー、年後に双子、四人の男の子の育児に奮闘中です。カウンセラーを目指したところ、TOCFE の思考ツールに出会いました。えー、突然ですが、皆さんの えー、お子さんとか、まあ、身近な小学校では連絡網がありますか、えー、私の子どもの通う小学校では数年前から亡くなってしまいました今日はその、えー、連絡網がなくなったことによる保護者がバラバラな状態っていうことについての私の連絡網に対する思いが詰まった発表となっています、えー、まずここに至る経緯を説明します、えーと 私は2019年の4月に PTA 役員に初挑戦しましたその年に TOC と出会いました、えー、とその年の8月に国際認定プログラムを受けてで8月に、えー、とこのオンライン連絡も笑顔のはというのを PTA とは全く別の場所でたった一人で個人で立ち上げましたで、えーと まあ、この時は知り合いに一人一人声をかけながら、えー、と登録者を伸ばして500世帯在籍している小学校で、えー、50名の人が、えー、と登録をしてくれました。でその後、行事予定とか、あのー、提出物の期限などをシェアしながら活動を続けていましたが、えー、とどうやってこ,うここから活動を広めていこうかということで悩んでいました。でそんな時に1年経って、えー、と業務県の支援、 ががることができてでそこからですねあの2020年の12月に2度目の PTA に再挑戦するまでの話を今日はしたいと思いますタイトルに戻りますが、えー、私はすでに子どもの通う小学校で PTA を1年やりました、えー、私たちの学校では1年役員をやればもう免除なんです、えー、そのためにやったはずだったんですけれども えと仲のいいお友達と3人で手を挙げてわきあいあいと活動するつもりでいました、えー、それがまさかですね人間不信に陥るほどの、えー、大変な一年になろうとは夢にも思っていませんでした、えー、もやもやの最中にですねこの種をまくような思いで始めた笑顔の輪というこの連絡も希望の解決策がここにあるのになというふうに思いながら えー、昨年のシンポジウムでは、えーえー、PTA の話し合いがうまくいかないモヤモヤについてネガティブをポジティブに変えるプロセスを発表しました、えー。話し合いがうまくいかないネガティブなモヤモヤが止まらなかった私が TOC と出会ってネガティブは、えー、と夢や目標などのポジティブなことにあのひっくり返すことができるというふうに学んでそして ポジティブ提案書で PTA ではオンライン連絡も笑顔のはというのを提案しましたそうなんです私はあれからこの直感の解決策オンライン連絡網を、えー、と活動を始めることにしたんですさっき話した通りえっり、と、その活動を続けていけば PTA のもやもやが解決策になるっていうふうに信じたからですねえー、し PTA の話し合いがうまくいかないを、話し合いがうまくいくに変えるための解決策を、笑顔の輪の活動をするというふうに考えました。で、ねえー、笑顔の輪というのは、無料アプリのバンドを利用したオンライン連絡網のことです。えっと、でもこの時、私は一人で立ち上げたんですけれども、えっと、その時点ではなぜならばというのをこう説明できなくて、 一緒に活動してくれる仲間がまだ一人もいませんでした。で、なぜ PTA の話し合いがうまくいかないのか、なぜ笑顔の輪の活動をすると解決策になるというふうに考えたのか。望ましくない現状、PTA の話し合いがうまくいかないを引き起こしている原因を,、えー、根,っこを根っこを特定してで、それをひっくり返すには、 この笑顔の間の解決策をしていくことで、起こるはずの結果を PTA の話し合いがうまくいくというふうに変えたいというふうに考えました。で、この PTA の話し合いがうまくいかない原因を、えー、保護者間のコミュニケーション不足によるものというふうに、えー、仮定しました。 でこの保護者同士のコミュニケーション不足の背景の一つに連絡網の廃止が挙げられるというふうに考えました、えー、保護者同士が相手の連絡先を知らないために何か連絡を取りたいことがあっても先生を介してのコミュニケーションとなっているのです、えー、バラバラにつながっていたりいなかったり、えー 保護者の中で仲間意識だったりそれ以外は関係のない他人かまたは敵,だ敵同士のようなあの意識だったりでオンライン連絡も笑顔の輪の活動をすることによって保護者同士で連絡を取らなかったことを取る保護者同士で連絡を取るというふうに行動が変わることによって状態もコミュニケーションが図れるようになって で相互理解や相互信頼が生まれてくるようなことに変わって結果として PTA の話し合いがうまくいくというふうに考えましたでこの直感から始まったあの活動なんですけれどもブランチや ATT でロジックを何度か確認してそれからたった一人で始めたんですけれどもあのこの先どうしていこうかっていうふうに考えた時に業務県に出会いましたでこの 解決策の価値をどうやって人に伝えたらいいのかということが分からなくて困っていたんですけれども、えー、業務県につながってすぐ、えっと、ワークを開くようにあの支援をしていただいて、えっと、お友達を誘い合わせて、えっと、そこからたった一人で始めたんですけれども、えっと、一緒に考えてくれる仲間ができました。でえー、ワークの中で えっと、学校に関わるさまざまな関係者の困りごとを出し切ってでみんなが目指したいと思えるようなワクワクする共通目標を、えっと、安心してコミュニケーションをとり困りごとを解決してみんなが笑顔になっている学校というふうに導き出しました、えー、私が一人で目指した PTA の話し合いがうまくいくという目標がみんなの意見で一段高い志座の目標に変わった瞬間でした。 この活動を発表する機会もたくさんいただきました。聞いてくださる相手の立場を考え抜いて作った相談資料 URO、本日ここにいらっしゃいますが和田先生にも、えー、と聞いていただきました。こうしてあの共感者や支援者も学校の内外に少しずつ増えて実現の兆しが少しずつ見えてきました。2020年の10月、さまざまな後押しもあって、 えっと、大本命であった校長先生と副校長先生にプレゼンすることができました校長先生には PTA の原点に重なる活動だと言っていただき副校長先生からは PTA で実施しませんかとのお声がけをいただきました予想もしていなかったまさかの展開に驚くとともに躊躇しましたがこの活動を続けていきたいもっと多くの方に知ってもらいたいというふうに思ってもう一度 PTA の役員に立候補すするる決意をすることができましたでこの時私は笑顔の和の活動はあくまでも手段で目指していた本当の目的は PTA を本来の活動にするっていうことだったんだなというふうに気づきました。で PTA の話し合いがうまくいかないをから、えっと、笑顔の和の活動をするそしたら PTA の話し合いがうまくいくとだけ考えていた私が餃馬犬の支援で あの直感をロジックにして共感して支援してくれる人が集まってみんなで考える機会を重ねた時にこうやって再び PTA の役員になって学校や PTA と一緒に笑顔の輪を全校に広めるっていうことを目指すことになってそしてその先にこの安心してコミュニケーションを取り困りごとを解決してみんなが笑顔になっている学校というみんなが目指したくなるような共通目標に。 向かうことができるようになってあのとても成長したなというふうに思います。で、この目標が校長先生や副校長先生の心も動かしてたった一人で始めたこの笑顔の輪が学校や PTA と連携しながら全校に広まっていく新たなステージに成長したんだなというふうに思いました。ね。 もし解決策をロジックにしてアクションを起こしたならば結果として PTA が目指したい目標の原点回帰につながるあのつまりこの TOC のロジックであのえっ、ー、と TOC のロジックで考えた問題解決のアクションは問題から離れて PTA と別のところでスタートしてたんですけれどもあのそれを活動していく中であの 原点に戻ってくるんだなということにあの気づいたという話なんですけれども、えっ、ー、とちなみに今日この発表を聞いて笑顔の輪を学校でやってみたいなと思ってくださった方はいらっしゃいますか？<laughs> ありがとうございます。<laughs> えっと次回のシンポジウムでは PTA で笑顔の輪を実施してみた結果、安心してコミュニケーションを取りみんなが笑顔になっている学校になったよというゴール達成の報告ができるように。 あの新たなステージとなった p t a で仲間と一緒にロジック片手に解決アクションを続けていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、素敵なご発表をありがとうございました。はさん、ありがとうございました。あのー、校長先生と校長先生の似顔絵が書いてあってですね。 やたらリアルできっとあ,のあれ持って学校行くと誰が誰かすぐ分かるよねっていう感じの感じが <laughs> あの伝わってきて面白かったですねはいえー、っと会場の皆さんの中で何かあのご質問があったりされる方いらっしゃいますでしょうかよろしいですかよろしいですかはい私からいいですかあのー、まあ笑顔のはこれからね、あのー、広めていかれるということなんでしょうけども今もう実際に少しずつ広げられて 何かそのこ,うこういうことをお聞きするのは何かなと思うんですけどもネガティブブランチっていうかえこんなこと起こってみたいなことになってたりすることないでしょうか、はい、あもうあのいっぱい話し合う過程で、えー、と今協力してくれてる人が二人実は2人しかいなくて <laughs> 保護者がまずあのでその一緒にワークに参加してくれてるのは2人だけなんですけどそこから今増やそうというふうにしていってで二人だけ3人でこう話し合いをしてる中で。 すで、えっと、にやっぱりいろんな課題が出てきていてやっぱり実際に PTA に導入していくってなった瞬間にそれこそさっき出てきたようなあのクラウドの話とかすごく共感しながら聞かせていただいたんですけどあのこういうルールに乗っ取らなきゃダメだみたいなこのルールがこう,なこうだから正しいんだからこうしなきゃダメだみたいなので。 結構あのなかなかいやそんなに固く考えなくてもとかっていうところをこうどうやってこうコミュニケーションを図りながら進めていくかとかっていうことがこう目指してるのはここだよねっていうのがあってもなんかその手前のもっと下のところでいやいやここはもうなんかルールでこうなんだからこうじゃなきゃいけない。例例えばあの一例を出すと この写真の扱いをどうするかとかっていうあの課題があったりとか個人情報のやっぱり問題がきっかけで連絡網があの続けていけないような状況で急になくなったと思うんですけどでも私はなくす前に本当は聞いてほしかったんですね保護者として。自分が子供を通わせる学校のあのあ 保護者同士が知り合いじゃない状態でどんな人がいるか分からないところに子どもを通わせることの方が親としては恐怖だってことを分かってほしいなと思ってでやっぱりそういうことをやあの本当にちゃんとやっぱり一緒に共有するものが多いからこそあの情報共有はすごく大事なことだし。 あの知るっていうこととかその情報共有することっていうのは大事にしていきたいというふうに思っていて写真なんかもやっぱりちゃんと同意を得た上でやっていけることなんじゃないかと私はそういうふうに考えてるんですねそこがルールだから全然絶対ダメだよっていうふうになっちゃってるのが今こうどうやって話し合いをやっぱりここからあの <laughs> 私も課題だらけなんですけどやっていきたいなというふうに思ってます。 ああそうですね、はいまあ、まさしくその一番下のところにあのコミュニケーションが不足してみたいな、えー、箱があったところを、まあ、一石投じるみたいな感じになっているのかもしれないですね。改めて議論して本当にあるべき方向みたいなのが出てくるかなというふうに思ったりします。えー、っとあとちょっとですね、えー、はい私もやりたいですって手を挙げてらっしゃる方がチャットにいらっしゃ,いらっ,しゃったりします、ね、ありがとうございます、はい、ますたあのぜひで。すね あのー、次回のシンポジウムでは <laughs> えそんな学校になったよと融合、えーはい、報告いただけるといいかなと思います。<laughs> はい、えー、では林さんご発表ありがとうございました。ありがとうございました。